がつゴールデンコンビが走る。松山君、松山君へバックパス。松山君はセンタリング、これは三崎君に合わせた。フィニッシュラインオーバーヘッドの横へ流した。さあそこへ日向君が走り込んでくる。フィニッシュは日向小次郎君だ。ダメだ、この体勢でゴールを狙っても確実に止められてしまう。ヨーロッパゴールへ出ます。後方へのパス。さあこのボールに蹴るのはもちろん翼くんだ。